こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。楓さんちへようこそ。道の駅のはツアーみたいなのがあったりとかしてて、勝手にね、自分がツアーみたいな感じでやってたりとかしてて、まあ千葉県だとこういうね、太田小学校だったりとか、あと鋸南とかあるし、あとなんかあるよね、他のところもあるよね。でね、鋸南はね2回ぐらい行ったんだけど、トイレがちょっとね、本当にトイレの、公園のトイレみたいな感じで、ちょっと汚いかなと思います。あの、普通のその、さっきの言った、保田小学校とかの、あの、綺麗な、ね、トイレを見ちゃうと、ちょっとな、公園のトイレっぽく感じてしまうかもしれない。あと、いつのみ、ごめんなさいよ。道のね、伊豆の道の駅、こういうところか、見えるかな。下田あたりもあるし、下田、あと下田、まあこういうところもあるし、ここもね、天城越えとかもあります。ここは何回か行ったことある。道のへそもあるし、クルラも行ったことあるな。ゲートウェイの子も行ったことあるし、あとね、月が、月ヶ瀬っていうのかな、なんかありますけども、そういうところもあって、そこはね、結構椎茸が結構有名らしくて、手のひらサイズの椎茸のでっかいのがあって、でそれがね、3枚、4枚ぐらいあって、まあ300円、400円ぐらいあって。で、まあちょっとそこでね、食べてはなかったんだけど、椎茸の、椎茸をね、カツのように揚げて、カツカレー風みたいな感じで、売ってるのがある。ちょっとね、食べてみたいなとは思うんだけど、ちょっとね、カツが苦手な人もいるし、ちょっとお肉が苦手っていう人がいるんで、まあ、そういうのを食べれるのもいいかもしんないね。あの、カツ風に感じるし、食感的にも似たような感じなのかなとは思うんだけど。で、結局、新しいところとか道すがらのところ行ったとしても、やっぱあそこの千葉県といえばあそこだよねみたいな、伊豆だったらあそこだよねみたいな感じで、結局いつものところに行っちゃう。そう、新しいところでどん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 増えてきてるけど、あの群馬とかね、新潟なんかでも新しく一個出てる、できてるけどね。でも元々そういうところってさ、元々その JA だったりだとか、そういう農協だったりとかがあった場所で、まあちょっとリニューアルをしてやるっていうのもあるし、まあ元々何にもないところにその土地があるから、ちょっとそういうのを農産物をメインにしましょうとかっていうのもあるかもしれないね。皆さんどうでしょうか。いつも行く道の駅とかありますでしょうか。以上です。